ママツの携帯パクってやったぞ、まあ、許可を得てもらいましたよ、ちゃんと何そのフォロー、画面録画されてんのか、大丈夫かな。それではですね、ママツに企画内容は言ってません。足の裏の角質がやべえです。ちょっと普段の様子撮った方がいいわ、これ待ってよし、行くよ。ママツに今日何の企画をするか言ってませんけども。何するの。ですね、彼女ね、スキル…あ、違う違う、彼女ね、スキルチケットが14枚も余ってるんですよ。ほう、全部使ってやろうと思いまして。ほう、何に入れるかもう決まってるんですよ。野獣に入れていきましょう。ちゃんと許可もらったからね、勝手に使うんじゃないで、勝手に使うけど。言うで、野獣行くで、どんどんスキルアップした。野獣スキルマックスなってないの。なってない、あのな、野獣な、2% ずつぐらいしか増えへん。4%ずつぐらいしか増えへん。そう、これマックスなるかな。ならんかも。まだ5なんすぎる。うん、 71%76%5 きた、 80% お、マックス、マックスなる、もうすぐ 85% もうなるやろ。 90% 来い、あと2回、これは足りる。スキルマックスやで、次スキルマックスやで、行くで。嬉しそう、イエーイスキルマックス、レベルもマックス。じゃあね、このスキルマックス、レベルマックスの野獣を使って1プレイしてみましょう。アイテムを使ったバージョンとアイテムを使ってないバージョンでね、やっていきます。いや、あの、あれよね、コインがめっちゃ貯まるっていうね、噂がね。だから1回プレイしてコインがいくら貯まるかをね、やっていきましょうね。元アイテム使って、いや、あなた2400万コインもあるんだ。あれ、前から400万コイン増えてんねんけど。なんでそれ動画撮らんかな。もうすごい、指紋が、ほら指紋が、見て。やめてもやめてもやめても、トカゲの顔見た。はい、角質、足の裏の角質を取っているね、ママツの横で野獣をプレイしていきます。必要積む数が16か10何歩かって出とったから、結構すぐスキル発動するはず。ガン、待って、アイテム使わんかったら全然やな。うん、よし、かわいなれちゃ。でもコインの溜まり方えぐ、マジかよ、こんなコイン溜まるん。めっちゃいいやん、野獣。あ、電話。何が電話？分からん、電話かと思って今一瞬なんか止まって。録画できとる？分からん、ちょっと待ってよ。録画できてる。何？なんか一瞬今止まったけど。あ、ごめん、私がこれが繋がったんや。すごい爆音がしてん今、これ爆音してん今、つむつむの。こっちに繋げるね。どうにかして、彼女。はい、ね、ちょっと終わったやんか。でもすごいよ、コインすごい、これびっくり、こんなに貯まるん、めっちゃいいやん。それは2400万コインいけるわ。シンデレラやけどな、彼女はな。すげえ、レベルマックスや、全部粒が1700コインも貯まりました、1プレイで。びっくり。ちょっとアイテムを使ってやってみたいんだ、早く。ちょっとアイテム全使いで、全アイテム全使いだめ、アイテム全使いで、待ってな、7000コイン、アイテム全使いで7000コイン。待って、カメラの電池がない。アイテム全使いで7000コイン使います。Thank you.
やっぱでもタイムボム出えへんから、うん、終わるんは早いな。せやな。とりあえず野獣を消せるように努力してスキルをつなげないといけないな。爆弾はすぐに消してもて、めっちゃコインいくやん。でも元は取れんのじゃないかな、マックスでいくと。そうね、コンボがいらん。テイク2って竹2やんな。なんか言うとうで。はい、アイテム全使いでですね、コインがですね何倍とかが出るか分からんから、おお、6555。元は取れない、取れないけど759万点はいく。これはってことは1101001000万点いくんじゃないか、頑張ったら。ちょっともう1プレイだけ、もう1プレイ手元移そうか、もう1プレイするわな。おい、上限解放たまっとやねんかい。アイテムマックスでいきます。あ、ごめん、コンボだけのけたらよかったな。そうだな。なんか醜いツムが現れた。これもうちょいで次のスキル行きよったのにな。あと5秒延長できとったらコインが元取れとったかもしれない。今のいい感じでスキル発動できたね。ほうほら830万点、これ1000万点いくんじゃないの。はい、これはねダメダメでした。
私の消し方が悪いのか野獣の限界なのか。ダメですね、1000万点はいきそうにありません。ちょっとスキルマックスのこの子使ってみましょうね。ちょっとレベルも上げときます。ん？何も言ってないよ。あ、なんじゃこれ、 T 字状に消された。誰メグって。ヘラクレスってなんじゃね。まず全然元が取れないツムやった。スキルマックスやのに420万点。スキルマックスなのに。ちょっとめっちゃ気になるから、ママツのピグレットもやってみていい？いや、ちょっとママツのピグレットやったら終わるわ。めっちゃ気になる。とは難しいよね、あれは。一生消しとかなあかんもんね。うん、まあでも簡単よね、ツムツムとしては、うん、一番単純というか。まあね、自動やったっけ。うん、自動で、自動的に何、自動で何自動でスキル発生。そうそうそう、あの時間が増えるだけ。喋れんのよね、ピグレットってさ。全く喋れん。泣く子も黙るやな。ピグレット余裕ないやろ。ない。かといって時間が増えるわけではない。3秒ぐらい増えてくれたらいいのに。時間がね。何やっとったんやろ私今。何？あのスキルとかレベルが強いからといって決して100万、じゃあ100万点1000万点いくわけではありません。ピグレットはしんどい。メグってやつはわけわからん。野獣はね、コイン稼げるっていうのが分かりましたね。はい、それではね、また勝手にね、次はあのガチャをね、回していきたいと思いますので、皆様次回もお楽しみに。